14万人と一体になった感動の瞬間。平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの熱気が画面から溢れ出す。ナンバーアンダーライン・アイライブ配信でファンとの絆爆発。ILI のメッセージに込められた彼らの思いに涙が止まらない。ナンバーアンダーライン・アイの YouTube ライブ配信は、ただの音楽イベントではなかった。それはまるで魔法のような瞬間が広がる場で、 14万人ものファンがリアルタイムでつながり、平野翔岩優太、神宮寺優太の3人が放つエネルギーに引き込まれていった。彼らはシンプルな服装にもかかわらず、そのカリスマ性と親しみやすさで視聴者を魅了し、チャット欄には無数のコメントが飛び交った。その言葉たちは、ファンたちの心から溢れる熱い思いを映し出し、まるで彼らとの対話が続くかのように感じられた。その日、 彼らは忙しいプロジェクトの合間を縫ってライブ配信に臨んでいた。疲労は隠せなかったが、それを超える喜びと感謝の笑顔が画面いっぱいに広がっていた。平野はジョークを飛ばし、騎手は真剣な表情で語り、神宮寺はその間を埋めるように温かい言葉を添えた。ファンからの ILY の歌詞に涙をこらえられなかったというコメントに対しても、神宮寺は感動を隠せず、画面の向こうで涙を拭う姿が見えたようだった。 ファンの一人がこうコメントしていた。ひてっちゃってかわいいいと。ライブ配信のコメント欄には笑いと涙が混じり合い、感動的な瞬間が次々と訪れた。I.L.Y. という曲は、ただのラブソングではなかった。それは三人の思いが詰まったメッセージであり、説明は不要だと言わんばかりに彼らはその感情を歌詞に託していた。ファンたちもそれを感じ取り、深い共感を示していた。まるで、 言葉ではなく心が直接つながったような感覚だった。その中で神宮寺が語った言葉、ナンバーアンダーラインアイと、IL、i l i ズはチームだ、という言葉が特に印象に残った。ファンは彼らにとってただの応援者ではなく、共に歩む仲間だということを改めて感じさせられた瞬間だった。YouTube のコメント欄は、まるでファンと彼らが一緒に作り上げるライブの一部のようで、 そこにいる全員が同じ空間を共有しているかのような感覚が広がった。その後、視聴者は彼らのパフォーマンスに対して惜しみない拍手と歓声を送り続けた。ファンからは、MV の再生回数が800万回を超えたなんて信じられない、という声も上がり、彼らの音楽が世界中に広がっていることを実感する瞬間だった。中には、90年代のロックを思い出しました。ありがとうございます。というコメントもあり、 彼らの楽曲が時代を超えて共鳴していることが感じられた。しかし、このライブ配信は単なる成功の証しではなかった。それは彼らの努力と熱意の結晶でもあり、ファンとの絆がさらに深まった瞬間でもあった。彼らは過去の自分たちを超え、新たなステージに進むことを示していた。その道のりは決して平坦ではなかったが、それを共に乗り越えてきたファンとのつながりが、彼らにとって最大の支えであり、 力の源であった。ファンはコメント欄で、一生懸命作ったものをみんながたくさん見てくれたら、本当に活力になると語り、彼らの努力に対する感謝と敬意を示していた。ライブ配信の中で交わされた言葉、そして画面を越えて届いた感情が一つに結びつき、ナンバーアンダーライン愛とそのファンの絆はさらに強固なものとなっていった。ファンがこのライブ配信を見て感じたことは、 単なるエンターテイメントを超えた何か特別なものだった。三人のメンバーがカメラ越しに伝える笑顔、そしてたまに見せる照れた表情、それらは全て生身の感情であり、作り物ではないからこそファンの心に強く響いたのだろう。ほてっちゃって、と繰り返される軽妙なやりとりは、その場を和ませ、見ている人たちの心に一瞬の温かさを与えた。そしてその温かさは、ファン同士の間でも広がりを見せ、 コメント欄はまるで一つの大きなコミュニティのようになっていた。YouTubeLive という場は、インターネットを介した仮想の空間でありながら、その場にいる全員が共通の感覚を持っていた。離れた場所にいながらも、同じ時間を共有し、同じ喜びを感じ、同じ感動を分かち合うという不思議な体験だ。例えば、神宮寺が涙を見せた瞬間、視聴者の多くも同じように涙を流し、 彼の感情に共鳴していたこれは、単に音楽を聴くだけの体験ではなく、彼らとの心の交流そのものがライブの核心にあったのだ。さらに、ファンがコメントで、INZM の MV を見て、感動で涙が止まらなかった、と述べていたように、彼らの音楽が映像とともに伝える力は絶大だった。MV はただのプロモーションビデオではなく、彼らの心のこもったメッセージが凝縮された作品だ。 そしてそのメッセージが世界中のファンに届き、彼らの音楽が持つ普遍的な力を証明していたのだろう。興味深いのは、岸優太がプロデュースしたソロ曲、レシピの話題が出た瞬間だ。ファンたちは新たな楽曲に対する期待感であふれていた。彼の創作の背景にはどのような思いが込められているのか、その一端を知るたびにファンはさらに深くその音楽に引き込まれていく。そして、 それがまた彼らの新たな挑戦を後押しする力となる。このライブを通じて、ナンバーアンダーライン愛の三人がファンに伝えたかったことは何だったのだろうか。彼らが幾度となく強調していたのは、チームという言葉だった。彼らは自分たちだけではなく、ファンも含めた一つのチームとしてこの道を歩んでいるというメッセージを何度も伝えていた。この言葉には、単なる応援以上のものが込められているように感じられた。 ファンは彼らにとっての支えであり、共に成長するパートナーであるという強い意識が根底に流れていた。そして、未来へと続く道がますます広がっていく中で、この、チームの絆がどのように深まっていくのかが、これからの彼らの物語の鍵を握るのではないだろうか。ライブ配信を通じて生まれた新たなつながりは、彼らの音楽活動においても大きな影響を与えていくだろうし、その逆もまたしかりだ。 これからも彼らは音楽を通じて自分たちのメッセージを伝え続け、ファンとの絆を深めていくだろう。ライブ配信を通じて感じられた温かさと絆は、その先の未来でも変わることなく続いていく。彼らがどんな新しい挑戦に取り組むのか、そしてそれに対してファンがどのような反応を示すのか。すべてがまだ見ぬ未来に向けて進んでいくが、それはきっと素晴らしいものであるに違いない。そして、 彼らの物語はまだ始まったばかりだ。これからどのような道を進むのか、どんな音楽を生み出していくのか、ファンもまたその未来を期待し、共に歩むことを望んでいる。このライブ配信は、の一歩に過ぎない。しかし、その一歩がいかに大きな意味を持っているのか、視聴者全員が感じ取っていたはずだ。最後に、彼らが発するメッセージの一つ一つが、ファンにとってどれほどの力になっているのか、 そしてその逆もまたしかりだ。私たちはただの視聴者ではなく、彼らの旅路の一部なのだ。このライブ配信を通じて、改めてそのことを感じたのではないだろうか。今後の活動がどのように展開していくのか、そして彼らがどのような新しい世界を見せてくれるのか、期待は高まるばかりである。この体験を通して、あなたはどんなことを感じたでしょうか。そして、 次はどんな未来が待っていると思いますか最後に、あなたはこのライブ配信を見て何を感じましたかそして、これからナンバーアンダーライン愛がどのような道を進んでいくと思いますか